どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですねこれやってみました。美容師さん向けのヘアアレンジ方法です。いつもこうセルフでできるような感じだったりとかためになる動画をちょっといつも作らさせてもらってるんですけど、今回はまあ美容師さん向けで、自分でやるのは正直難しいのでこう人にやってあげる方法になります。で、結構こうルーズな動きのあるヘアスタイルってやっぱ結構まだ人気 でこれのやり方って結構、まあ、美容師さん知ってる方もいるんですけど知らない方も結構多いかなと思って、今回はすごく簡単に作ってます。すごい凝っていろんなピンとかめちゃくちゃ刺したら結構本当に芸術的なものも出来上がるんですけど、まあ、そこってなかなかやっぱりこう難しい部分があるかなと思うので、まあ本当に第1回としてちょっとこうシンプルな感じででもここまで動き出るよっていう方法を今日はやってますので、このアレンジ方法だったりこういう空気感のあるヘアスタイルを作りたいって思ってた方、よかったらこの方法一度試してみてください。それでは動画をどうぞ。まずは表面の毛束をちょっと少なめに取って、まあ、このぐらいですね。コテ。これで根元付近から巻いていきます。しっかりと後をつけてカールを崩さないように巻いた状態で放置しておきます。それで全体的にボリュームが欲しいところですね、動きが欲しいところはこういう風にしてコテで巻いていきます。こんな感じにボリュームが欲しいところが巻けていれば OK です。目の上の部分を取り分けて、この時まだあんまりカールは崩してない状態ですね、取り分けてだいたい2センチぐらいのスライスを顔周りで取ります。で半分に割ってで交差させますね。どちらでも大丈夫です。で交差させてこのさっき分け取った真ん中の髪の毛をこれもまた2センチぐらい取り分けて足していきます。足したらまたねじって後ろの部分をまた2センチの束で足していきます。で、またねじって。で、この時に、こう、ぐしゃぐしゃってなりやすいので、この時はしっかりと溶かしながら、髪の毛の毛羽立ちがないような状態で、やっていくようにしてください。だいたいつむじよりちょっと下の部分で、ゴムで、優しく結んでいきます。こんな感じで、大体2回ぐらいで結んでます。次にサイドの髪の毛を大体半分に分けて、下から上に交差させて、ロープ状に優しく編みます。で、ゴムのところに持ってきて、ダッカールで留めておきます。反対側も同様に、半分に分けて下の髪の毛を上に持ってきて軽くロープ編みをやっていきます。で後ろに持ってきて合わせて、まあ、この時になるべく右と左の左右のバランスが合ってる状態にしてからゴムでまた優しめに結んでいきます。
こんな感じの状態になってます。ここでリレーのバームをつけていきます。バームを取って手にしっかりとなじませて、結構まあ指先にちょっとついてる方がいいかなと思いますので、その状態でゴムの部分を少し持ちながらボリュームを出していきます。前の方から少しずつ少しずつ慎重に出していきます。でこの時にゴムをしっかりと結びすぎてるとボリュームが出てこないので、あんまり強く結ばないように注意しながらやってください。でまず正中線の部分ですねを少しずつ鏡でバランスを見ながらボリュームを出していきます。でバランス的にやっぱりこの一番上のトップの部分ですねが一番高さが出るような感じのイメージで出してあげると形が綺麗になります。でその次に多分こういう分け目が出てきてしまうかなと思うので、この部分も横に広げながら分け目を隠していきます。次にサイドの部分も少しだけボリュームを出していきます。ここは出しすぎるとバランスがすごい悪くなってしまうので、本当に少しずつちょっと立体感が出るぐらいのイメージで大丈夫かなと思います。ここも慎重にやっていかないと、一つバランスが崩れたらもう全部やり直しになってしまうので慎重にやってください。反対側も同様に分け目を上の髪の毛ですねで少しずつ隠して、でサイドの部分も立体感が出るぐらい、あまり崩しすぎないように出すようにしてください。毛玉がたるみやすいところに U ピンをつけて少しだけほぐしていきます。グッと引っ張って U ピンを中に入れて毛束を引き出していくとより立体的に可愛く仕上がります。あとはお好みで毛先をコテで巻いて、まあ、この時毛束の、まあ、取る量ですね、量はまあ少なめにやってあげるとより今っぽく可愛く仕上がります。はい、こんな感じで仕上がりました。立体的に見えるヘアアレンジの方法です。よかったら参考にしてみてください。